こんばんは、ちはるです。ご視聴ありがとうございます。今もう寝る直前に撮ってるんですけど、私の娘が明日からクレッシュって言って、まあちょっと制度は違うんですけど、日本でいう保育園みたいなところに通うようになります。明日から1週間というか、月から金までの5日間慣らし保育なので、この動画ではその1日ずつ記録を残していこうと思います。ちなみに娘の通うクレッシュはフランス現地校です。フランスにも日本人がやってる日本人経営のそういう施設とかもあるんですけど、フランスにいるのが3年ってもう決まっているので、その限られた時間の中でここでしかできないことを自分たちもしたいし、娘にもしてほしいなって、経験してほしいなって思ってるので、夫婦の意見一致で現地校に行かせようっていうのはすぐに決まりました。通わせるところは私立のクレッシュで、月曜日から金曜日の朝からもう夕方まで、結構長い時間ですね、預けることになります。月から金まで預ける権利はあるんですけど、私が娘と2人で過ごす時間が欲しいっていうわがままをですね、聞いてもらおうと思って、まあ週4ぐらいですね、預けようかなと思っています。ちなみに現地校なので、クラスはアジア人も娘だけですね。で、先生はフランス語で接してくださるみたいですね。そこで過ごす時間の中でいろいろ成長できる部分があると思うので、行かせようと思います。昨日ぐらいからそわそわして、なんかすごい寂しいなと思いながら、娘はほとんど場所見知りはしないタイプなので、その点は心配ないんですけど、頑張ってくれって思っています。なんか全然眠たくなくて、なんかそわそわして頑張って寝ます。はい、ではまた明日、バイバーイ。今日はですね、たった1時間なんですけど、私もその1時間の間同じ部屋で過ごさせてもらう様子を見るっていう、日でした。もうね、一言で言うと本当に安心しました。まず先生がね、すっごくいい方だったんですよね。担任の先生がお二方いらっしゃるんですけど、お二方とも本当に本当にいい方で、笑顔で本当に愛情を持って子どもたちに接しているのが伝わってきたし、あと子どもたちが先生のことをすごく信頼しているように感じて、いい先生に見てもらえるんだなっていうのをすごく感じました。あと、とっても嬉しかったのが、言葉の壁がある私にその1時間の間先生がすごい気にかけてくださって、なんかね、クラスメイトの子たち、まあ少人数のクラスなんですけど、一人ずつ私に紹介してくださって、この子の名前はなんとかだよ、この子はこういう子だよみたいなのを全員言ってくださ、教えてくださったんですよね。言ってることが分からなくてちょっとんっていう反応をしたら、なんかこうたくさん食べるみたいな感じでジェスチャーも踏まえながら教えてくれるぐらい、なんかそういうのって別に私に言わなくてもいいじゃないですか。必ず伝えないといけないことじゃないのに、そのクラスの様子を私に教えようとしてくださったことがすごく嬉しい。で、その娘の様子なんですけど、多分娘としては初めて来る児童館に来たみたいな感じだったと思うんですよね。もう全然私のことはノータッチで、好きなおもちゃで自由に遊んでる感じでした。で、私保育園とか入るのも初めてだったんですけど、なんかいろんな子がいますね。これは別にフランスとか日本とか関係なくだと思うんですけど、やんちゃな男の子が一人いて、先生に怒られても全然気にしてない感じで、なんかフンってしてる、もう男の子がね、可愛かった。お母さんと離れて寂しくてずっと泣いてる可愛い子もいたりとか、あとはもう先生のことが大好きでずっと先生にべったりくっついている可愛い子もいたりとか、あと多分人見知りを全然しない子だと思うんですけど、初めて見る人が好きなのか、すっごく私のところに来てくれておもちゃを貸してくれたりとか、なんかこうずっと私に構ってくれる子がいたりとか、本当になんかみんな可愛いなと思って見てました。で、こういうところで同年代の子たちに刺激されたら絶対娘にとっても成長するだろうなと思って、もうずっと私と二人っきり日中一緒にいたので、それより刺激があって、絶対いいだろうなって思いました。日本であんまりその母親も一緒にその教室に入って時間を過ごすって慣らし保育であんまり聞いたことがないんですけど、この制度すごくいいと思った。
日本もやってたりするんですかね。なんかこれからの保育園生活がすごく楽しみになりました。まあ明日以降ですね、またどんな感じになるかまた撮りますね。はい、じゃあね、バイバイ。今日はですね、娘だけを保育園に預けて、1時間後にお迎えに行くというスケジュールだったんですけど、もう朝到着した時から昨日楽しかったところってもう覚えてたみたいで、勝手に一人でパーってお部屋の中に入っていって勝手に遊び出してました。じゃあね、後で迎えに来るけんねみたいに声をかけて、もう全然知らんふりって感じでスタートした一日でした。で、昨日みたいにその1時間の様子は見てはないんですけど、お迎えに行ったら部屋の中から娘の歌い声が聞こえてきて、グーパーでグーパーで、絶対誰も知らないじゃないですか。それをなんかみんなの前で披露してたみたいで、で、私がお部屋の中に入っても全然気にしてないような感じで楽しそうにしてましたね。お部屋に入ってあ、ママって言って駆けつけてくれる姿も見たいなとかは正直すごく思いますけど、新しい場所にもすぐに馴染めるっていうのは娘の長所なのかなと思って、たくましいなと思うようにしています。いつもはお昼寝する時間じゃないのに帰りがけくたっと寝て、結構長い時間いつもよりも長く寝てて、あ、やっぱり疲れるんだなと思って、頑張ってるんだなって思いました。奈良市保育2日目は以上です。また明日。今日はですね、昨日よりも長い時間、約3時間お昼ご飯の直前まで娘を一人で預けるという日だったんですけど、まあ朝送っていた時は昨日と同じように私の方は見向きもせず、あっけなくバイバイっていう感じでしたね。ね、お迎えに行った時に昨日とは全然様子が違って、もう感触出しまくり、もう床に寝そべって仰向けでわーっていう状態になってました。多分お腹が空いたのと眠たいっていうのが理由だと思うんですけど、私と二人っきりでいる時も本当に手に負えないぐらい大変な時もあります。先生の話では、ついさっきまですっごく楽しそうに遊んでたけど、急にこんな状態になっちゃったみたいな感じでおっしゃっていました。そしてその時娘だけじゃなくて他の子たちも結構泣いてる子がいて、クラスの半分ぐらいの子が泣いててですね、全員手に負えない感じで、娘は一人でわーって言いながら、目つぶりながらうとうとしながらギャーギャー言いながらみたいな感じでしたね。多分ああいう風に放置されたのは娘にとって初めての経験だと思うんですけど、こうやって強くなっていくんだなと思って頑張れ頑張れって思いました。先生には本当に申し訳ないなと思いますが、もう全然こう甘やかしてくれなくていいので、どうか強くたくましくなってくれと思っています。はい、以上、奈良市保育3日目でした。バイバーイ。今日は初めて娘が保育園でお昼ご飯をいただきました。で、その後すぐにお迎えに行くっていうスケジュールだったので、保育園にいた時間は4時間程度です。で、今日は初めて朝ベビーカーから降ろしたら、もううわーって泣いて、すごく泣いて、こう娘をなだめようとしてたら、先生に慣れるためだから早く帰ってみたいに言われて、ハッとして、あ、確かにそうだなと思って、ちょっと心苦しかったんですけど、心を鬼にしてバイバイって言って帰りました。娘は私を指さしながら、って言ってたんですけど、お迎えに行ってで先生に聞いた話では、その後すぐ泣き止んですごく楽しそうに遊んでいたそうです。で、娘はもともとそんなに好き嫌いもないので、お昼ご飯も全部食べたということで安心しました。また明日で最後ですけど、はい、じゃあまた明日、バイバーイ。朝は昨日と同じようにもう大号泣して、私にしがみついてね、泣いちゃったんだよね朝。で、この服にほら、これ娘の涙と鼻水つけられるぐらいすごい泣いたんですけど、その後も一度も泣かずに楽しそうに遊んでたと聞きました。最後までフルで預けるわけじゃなくて、今日はお昼寝が終わるタイミングにお迎えする日だったんですよね。一人ずつこうベッドがあって、なんかみんな寝てる中で、娘は目が覚めてたんですけど、ちゃんとねベッドから降りずに一人で座って遊んでたんですよ。自分のベッドの囲いの中にポツンって座って遊んでて、
私本当にびっくりしました。娘ってこうじっとしとくのが無理で、本当に常にもう動き回ってるタイプなんですけど、でも先生が渡してくれたおもちゃをこう持って一人で遊んでるのを見て、ああ頑張ってるなと思って、すっごいなんか泣きそうになりました。やば、泣きそうになってきた。で、私に気がついたら、あったあったあったって言って飛び跳ねるように喜んでくれて、すごい嬉しかったです。なんか娘ってあんまりこう私を必要としてないようにずっと感じてて、全くこうママママっていうタイプじゃないんですよ。こう私を見て喜んでくれてるのがこんなに嬉しいんだなと思って、すごくすごく愛おしく思いました。で、あの先生の話では、楽しく泣くこともなく遊んで、お昼ご飯も全部食べて勝手に寝たよって先生はおっしゃってました。日本の保育園に通わせたことがないので比較はできないんですけど、パリのクレッシュでの慣らし保育のスケジュールと娘の場合こんな感じでしたよっていうのをお伝えしました。もしお楽しみいただけましたら、高評価とチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。